はい、こんにちは。今回は実力があったのですが、怪物王者に敗れスーパースターになれなかった世界王者を紹介いたします。ミゲル・アンヘル・ゴンザレスはアマチュア時代にソウルオリンピックに出場したアマエリートで、17歳の時にプロデビューしました。世界王者になる前に東京ファンタのリングネームで日本のリングにも上がっており、スタイリッシュでハイレベルなボクシングを日本で披露し、1992年8月に WBC 世界ライト級王座を獲得し、柔道防衛しました。ゴンザレスは WBC 世界ライト級王座を返上し、 WBC 世界スーパーライト級王者オスカー・デラホーヤに挑戦しました。王者デラホーヤはバルセロナオリンピックで金メダルを取ってプロデビューし、前の試合で英雄チャベスを破って3階級制覇を達成した22戦全勝のスーパースターの王者でした。試合は王者デラホーヤが抜群に速い左ジャブと高速コンビネーションで試合を支配し、41戦全勝のゴンザレスを圧倒しました。コスチャーズデラホーヤに全勝をストップされたゴンザレスは、その後チャベスと引き分け、1999年8月コンスタンチン中と WBC 世界スーパーライト級王座決定戦を行いました。14ヶ月のブランクの成果、ゴンザレスに制裁がなく、中の強打を浴び続け、防戦一方になりました。迎えた第10ラウンド、パワーに押されたゴンザレスにたまりかね、セコンドがタオルを投入し、戦いを終焉させました。クリスタノ・エスパニア、メルドリック・テイラー。元 WBA 世界ライト級王者エルネスト・エスパーニャの10歳違いの弟クリファント・エスパーニャは、 WBA 世界ウェルター級王者メルドリック・テイラーに挑戦しました。テイラーは2年7ヶ月前に当時68戦全勝だったフリオ・セファル・チャビスを追い詰めたスピードあふれるボクサーでしたが、マラソンをやっていたエスパーニャのエネルギッシュなボクシングが次第に圧倒しだしました。迎えた第8ラウンド、エスパーニャの左アッパーが顎に突き刺さりダウンを奪いました。起き上がった王者をエスパーニャは強い連打でコーナーに弾き飛ばし、さらなる連打を放った時にレフリーが試合をストップしました。テイラーから王座を奪取したエスパーニャはアイク・コーティーを防衛戦に迎えました。30戦全勝のエスパーニャと25戦全勝のコーティーの対決は非常にレベルの高い一戦となりました。この試合の約5年後にコーティーはデラホーヤと歴史的な名勝負を演じましたが、当時はまだ無名だったので
長期政権になると思われていた王者エスパーニャが簡単に防衛すると多くの人が予想しました。試合は王者が長いジャブとストレートを突き刺しましたが、全勝のガーナ人クォーティーは鉄壁のガードで攻撃を抑えながら自慢の強打を打ち込んでいきました。スピードと手数のエスパーニャ、強打と有効打でクォーティーというどちらが優勢かわからない展開が続いていきました。迎えた第11ラウンド、クォーティーのバズーカがヒットするとエスパーニャがぐらつき、続く連打でダウンを喫しました。再開後、クォーティーのラッシュを被弾し、強烈な右が炸裂したところでレフリーのストップと同時に王者は崩れました。1992年12月、 IBF 世界スーパーバンタム級王者のウェルカム・ニシタは7度目の防衛戦にケネディ・マッキニーを迎えました。王者ニシタはここまで32戦全勝で、元オリンピック金メダリストの挑戦者マッキニーも21勝1分けと無敗同士の戦いになりました。安定王者のニシタは序盤から接近戦で元金メダリストのテクニックを封じ、回転の速い連打で挑戦者を劣勢に立たせ、第5ラウンドにボディ攻撃から左フックをヒットさせ、マッキニーからダウンを奪いました。王者ニシタはさらに猛威を振るって攻め立て、試合を終わらせにかかりましたが、マッキニーはうまく猛威をし、決定打を与えず、しぶとく粘って反撃をしたので、試合はどんどん白熱していきました。迎えた第11ラウンド、挑戦者マッキニーが起死回生の右カウンターを放ち、ダウンを奪い返しました。西田から王座を奪ったマッキニーはその後5度防衛に成功し、敵地南アフリカでブヤニ・ブングと防衛戦を行いました。元金メダリストで無敗の王者マッキニーに対し、南アフリカ人のブングはアマチュア経験がなく突然現れた挑戦者でした。実はブングは貧困のため靴を買うお金すらなく、裸足で生活を強いられ、貧困から脱出するためプロボクサーになり、25戦目に世界王座に挑戦しました。ブングのスタイルは豊富な運動量を誇り、目まぐるしく動き、相手に的を絞らせず、回転木馬と言われる手数で相手を飲み込むボクシングです。ブングにとってこの試合は貧困から脱出する手段と同門の西田のリベンジがかかっており、その上地元の声援を受けて回転木馬のごとくいつも以上に手数を出し、テクニシャンの元金メダリストを圧倒しました。
世界王座から陥落した1年6ヶ月後、 WBO 世界スーパーバンタム級王者マルコ・アントニオ・バレラに挑戦しました。当時バレラは39戦全勝と勢いに乗っており、バレラの連打が猛威を振るって第8ラウンドと第9ラウンドにダウンを奪われました。元世界王者のマッキニーは第10ラウンドと第11ラウンドに反撃を試み、ダウンを奪い返しましたが、第12ラウンドにダウンを2度奪われ、世界王座返り咲きに失敗しました。